見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、前回の動画では行けば必ず金持ちになれるという鴨地神社を紹介しました。で、金運アップをお願いをして参拝もして、じゃあ次はどこ行こうということはもう決めてあるんですけれども、次は鳥取県といえばやっぱりこの漫画じゃないでしょうか、ゲゲゲの鬼太郎。そのゲゲゲの鬼太郎をモチーフとする水木しげるロードに行きたいと思います。境港に行きます。というわけで最後までこの動画見てください。お付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。では神社から随分走って今は弓ヶ浜半島を走っています。水木しげるロードのある境港までおよそ10キロの位置です。はい、というわけで水木しげるロードに来ました。ところがですね、ちょっとしたトラブルが起きちゃいまして、撮影クルーの中にちょっと一人はぐれてしまったというハプニングがありましたんだけど、なんとか合流できたんで撮影再開したいと思います。では可能な限り銅像を撮りながら進んでいきたいと思います。まあ、昔は水木しげるロードといえばもう銅像の盗難なんかでも結構な被害を受けてるんですけど、今は状態のいいものが復
活してます。この妖怪はコケカキイキイというらしいですね。なんか子供心に変えられるようなところですよね。境港の駅からちょっと歩いたところにこんな感じの公園もあったりします。向こうに妖怪の泉って言って妖怪たちが水浴びしてるところがあるんですこれは皆さんご存知目玉の親父。お、なんか良さそうなお店ありますよ。ちょっと立ち寄ってみましょうか。ごめんください。どれにしましょうね。おすすめはプレミアムチョコレート。そしたらこれとこれ一つずついただいていいですか。はい、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 これがプレミアムソースのミックスです、はい、なんか乳脂肪分多いので早めに食べてくださいということでした。食べちゃいます。じゃあ、いただきます。うん、ミルクが濃厚。どう？うちのパパも美味しいって言ってます。うん、美味しい。実は昼から何も食べてなかったりします。うちのクルーの全員含めて。一気に食べ過ぎて歯がキーンってなりました。というわけでカッパの三平さんとの記念撮影でした。多分これはのんのんばあとしげる少年の銅像ですね。今度は改めて来ます。はい、
今回の動画は面白かったでしょうか。楽しんでいただけましたが、もしこの動画面白いと思っていただけたら、コメント、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。